大木美月です。こんばんは、花粉症に負けてる浜田達郎です。はい、2人とも、ね、はい、はい、アベマ TV アナウンサー西澤由香です。お二人が出演するドラマ1ページの恋がいよいよ残すところあと2回と、いやーもうなりました。あっという間ですね。この後11時から第5話が放送ということで、うん、はい、放送直前企画としてこのメンバーでインスタライブをお届けします。はい、イエーイ。これ毎週インスタライブやっていますが、はい、板垣さんはね、フル参加ですが、どうですか？プロですよ、プロ。ね、プロですよね。インスタライブのプロ。もう、打ち合わせもちょちょい、もうちょいって、ね、もう、これ聞きますね。先週の反響なんかありましたか？先週反響ですか？反響とかありますか？なんか、なんだっけ、そのあと桜井君と一緒に見て、え、そのあれを見返したんですか？見返したんです、2人で、2人でそれを見て笑うっていうすごい気持ち悪かったんですけど。笑うシーンありましたか？はい、ずっとなんか俺ら仲いいなって見るっていう本当に仲良くてずっとね、いやいやいや、イチャイチャしてますよね。イチャイチャしてたんですか？うん、しはぁ、僕の彼女の前に言わないでください。え、彼女なんですか？嘘、もうやめましょう、これやりにくいからどういう設定ですか？聞いてないですよ。すいません、なんでもなかったですね。聞いて、先週は桜井さんがゲストに、はい、桜井くん、いただきました。面白かったです。そして今回はですね、なんとスペシャルゲスト、何ですと、お呼びしてるんですよ。早速呼んでみましょうか。俺からしたらゲストみたいなもんなんですけどね。まあまあ、1回目はやってるから、まあ、そうですね、1回目以降は、いやだから、ね、久しぶりです。だいぶご無沙汰ってことで、ね、はい、久しぶりです。だいぶゲストもう一つ、ね、はい、来ていただいています。来るってことですね。はい、この方々です、どうぞどうぞ。おお願いします。お願いします。お久しぶりです。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。自然特番ね、あ、そうですね、一度、うん、そうでしたよね、一度お会いしてね、うん、はい、ありがとうございます。お二人はですね、アベマ TV で放送中の恋する週末ホームステイに出演され、恋して総選挙ではなんと1位に輝く大人気カップルなんです。ありがとうございます。すごいですね。すごいことですよ、1位って。だって歴代たくさんね、恋してのメンバー出てる中で、そうですね、カップルで1位になるって、そうですよね、ありがたいです。カップル、そして1年以上続くカップルと。いやー、そうですね、1年1ヶ月ですよね。そうですね、1年1ヶ月。詳しいですね。事前情報ガンガンですよ。どのくらい付き合ってるんですかって言ったら、約1年ぐらいですって言えば、1年1ヶ月ですね。わ、1ヶ月大事と思って。1ヶ月大事、1ヶ月大事、大事ですよね。このドラマ、純愛がテーマなんだ、はい、でぴったりなんですよ、お二人、純愛を貫き通している。純愛カップですね。純愛カップですね、純愛を代表するカップルが。おー、入ってくれましたね。どんどん首が締まってくる。今日のね、朝のちょっと、カズさんのツイートを見たんですけど、ラブラブのツイートがあったんですよ。あら、どんな投稿でしょうか。なんかまあ今日の出来事なんですけど、言わされるって言って今日の出来事なんです。今日朝、まあ、彼女と寝てて、はい、で起きて寝てたんですか。起きて、いや全然見れなくなりました。